NH90NH90NFHNH90 NH はヨーロッパの航空機メーカー NH インダストリーズが製造した軍用ヘリコプター。フランス、ドイツ、オランダ、イタリアの4カ国によって共同開発した。北、大西洋条約機構の次期汎用ヘリコプターとして計画されたものである。 各国が自国企業を一社ずつ参加させることとなり、フランスのアエロスパシアルドイツのダサオランダのフォッカーイタリアのアグスタが出資して NH インダストリーズが設立された。当初はイギリスも参加を脱進していたものの後に脱退した。また、出属企業は後にユーロコプターとなる。当初より陸軍向けの戦術輸送型 TTH-90 と、 海軍向けの関西型 NFH90 が計画され、同時に開発された。NH90 は、ナトー軍の標準的な汎用ヘリコプターとして、安全性、信頼性、整備性、実用性に重点を置いて設計され、5機の試作機が製造された。試作処方機は1995年12月18日、 試作2号機が1997年3月19日にそれぞれ初飛行し、試作3号機は1998年11月27日、試作4号機が1999年5月31日、試作5号機も同年12月22日に初飛行している。NH90 の飛行試験では2300時間の飛行時間のうち半分近くが フライバイワイヤーのみによる飛行が行われた。量産初号機はドイツのユーロコプタードイツ社の工場で組み立てられ、2004年5月4日に初飛行した。プログラム参加国への NH90 の引き渡しは2005年から開始されている。NH90 は戦術輸送型と海軍型の2タイプがある。TTH は兵員14から20名の搭載能力を持ち、 全天候での補服飛行が可能である。NFH は4時間の航続性能と大容量の並走搭載能力を持つ。NH90TTHNH90 のメインローターハブは、下ニウム製でエラストメリックベアリングを持ち、4枚の複合ブレードを備える。テールローターは、ベアリングレスの4枚ブレードで、NFH の場合は、メインローターと、 ビブパイロンに折りたたみ機構が備えられている。操縦系統はヨエのフライバイワイヤで自動操縦装置が装備されているため、これと組み合わせることによって手放しでも操縦可能であり、パイロットはほとんど操縦操作に気を取られることなく任務に集中できるようになっている。胴体は複合材料性で体腐食性も高い。NBC 兵器に対しても高い防御力を持ち、 ステルス性も備える。また、対衝撃力も強く、可動部品やシステムは高い安全性を持つ。後部胴体は、軽車両や重火器の搭載に使用するランプドアの設置が選択でき、TTH では一部を除いて標準的に設置されているが、NFH では非設置となっている。なお、スウェーデンで採用された機体は、キャビン庫を24センチメートル高くしている。 コックピットは完全なグラスコックピット仕様で、照明も暗視ゴーグル対応型。ヘルメット装着式照準機にも対応しており、戦術管制及び戦術通信システム、デジタルマップ、気象レーダーも装備している。エンジンは、チュルボメカ社、ロールスロイス社、マットウェアロエンジンズ社が共同開発した RTM322 ターボシャフトへエンジンを総発搭載しているが、 ゼネラルエレクトリック製 T700 から8 6 e e 一エンジンの搭載も可能である。1980年代1987年1992年8月2000年6月8日2001年6月21日 NH90 の引き渡しはプログラム参加国を優先して行われているが参加国以外でも2001年9月にスウェーデン、フィンランド、 ノルウェーの北ヨーロッパ諸国で相次いで採用を決め、これにギリシャ、ベルギー、スペイン、オマーン、オーストラリアなどが続いて採用を決定している。ポルトガルも導入を計画していたが、2012年7月に導入計画を取りやめている。日本の海上自衛隊の SH-60、警戒発時には NFH90 は時期の問題に加えて、 ペイロード余裕症とされ、SH-60J の改良型が選定されている。また次期多用途ヘリコプターの選定では、NH90 を生産するエアバスヘリコプターズが競争する環境にないとして提案を見送っている。イタリア陸軍機、オランダ空軍機、オーストラリア陸軍機、ニュージーランド空軍機キャビンの天井が高くなったスウェーデン空軍機、 フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スペイン、オーストラリア、ベルギー、フィンランド、ギリシャ、ニュージーランド、ノルウェー、オーマーン、スウェーデン、ケニン第1話、第2話にて、テロ組織であるヘビが、組織のリーダーであるアルファルドを奪還する際に使用。ハイドラで武装死者列を攻撃する。ありがとうございます。